都市連合はついに自国最強の戦士であるアイゴアを送り込んできた。奴らもいよいよ尻に火がついたと感じたようだ。だが都市連合は私たちの力を見誤っていた。奴らはアイゴアと共に、十分な兵を送り込んだと考えていたようだが、所詮は増量。戦列は瞬く間に崩壊してアイゴアは孤立。我々はアイゴアを打ち倒したのだった。だが、その後起きた動物ショーとエラースケルトンの小競り合いの最中アイゴアは逃亡。そう、この勝利で都市連合との戦いが終わるわけではないのだ。今日もアウトローとして人の幸せを考えていこう。前回はアイゴアを退けることができたな。帝国最強の戦士が敗れたことで、都市連合もしばらくおとなしくなるだろう。この間に、サザンハイブとの最終決戦に臨みたいと思うよ。サザンハイブは今や大陸南東部を飲み込まんと1000ほどの勢力にまで拡大している。このままではカニの養殖事業が危ないからね。盟友クラブレーダーのためにもサザンハイブを撃つよ。途中でカタンの町の近くまで来たよ。ロード城がいなくなった町はすっかり荒れ果てているな。おや、こいつらはガーグラーじゃないか。まさかこんなところに進出してきたとは。しかもすごい数だ。ゴリロ盗賊と争っていていろいろカオスだな。ガーグラーのハントがこれ以上広がらないように、ここで駆除しておくよ。ガーグラーは相変わらず弱かったぜ。敵がどんどん溶けていって楽しいね。町の至るところに大魚が落ちていたぜ。これは食料としてもらっていくことにしたよ。ガーグラーも殲滅したことだし、サザンハイブの住処に向かおう。ロイヤルバレーに到着。サザンハイブの本拠地はこの谷の奥深くにあるぜ。サザンハイブの親玉。一体どんな奴なんだろうか。増量がよく王様とか言っているから、そいつがボスなんだろうな。地図にはハイブという名前の都市が記されている。そこに行けば王様に会えるだろう。ハイブを発見した。この渓谷の途中に村があるみたいだ。きっとサザンハイブの連中がゴロゴロいるんだろう。と言っているそばから早速お出ましだよ。紹介部隊か。敵の拠点にたどり着く前に消耗はしたくないけど、こればかりは仕方ないね。サザンハイブのお膝元に行くんだ。無傷でたどり着けるとは最初から思っていないぜ。敵の中枢に近づけば近づくほど激しい抵抗が予想される。総員、気を引き締めてかかるように。アイゴアを倒した私たちだ。ただのサザンハイブになど遅れは取らん。マリサの言う通りあっさり勝利できたよ。サザンハイブは治療キットを持っている。いつもは放っておいているけど、今回は積極的にキットを取り上げていくよ。治療キットがあるのとないのとでは、敵の復帰率が全然違うからな。今回はボスが控えているから、無駄な戦いは避けていくよ。先に進むとハイブの村が視界に飛び込んできたよ。ふむ、こんな狭いところにわざわざ村を建てているのは、この先の本拠地に敵を通さない意味もあるのだろうな。関所というわけか。だが、関所だろうがなんだろうが、今の私たちは前進あるのみだぜ。さあ、パブリックエネミーズ突撃。ハイブの村は敵の数が多いが、その半分は戦闘力のないドローンタイプだ。ドローンタイプは飢えた野党程度の実力しかない。だから村を襲撃した時は、いつの間にかドローンを全滅させていたということも珍しくないぜ。しかし、サザンハイブとウェスタンハイブ、どうしてこうも性質が違うのだろうか。ウェスタンハイブは他種族と積極的に交流を図ろうとしている。一方でサザンハイブは他種族を排除して、大陸の征服を目論んでいる。ウェスタンは女王、サザンは王を崇めているから、そこら辺に違いがあるのじゃないかと睨んでいるよ。サザンハイブに大陸制覇は身の丈に合わない夢ということを教えるためにも、とっとと王様とやらをぶっ飛ばしてやろう。村を抜けるとまた迎撃部隊がやってきたよ。我々を意地でも通さないつもりだろうがもう遅い。パブリックエネミーズの全戦力を前に、たった5人程度の部隊を小出しにぶつけても、焼け石に水というもの。我々を本気で止めたければ、50人以上の大軍団で来るべきだな。もう少しでサザンハイブの本拠地が見えてくるはず。パトロール部隊もいるだろうから、倒した後に装備と治療キットを外すのを徹底しよう。その後もちょっと進むたびに敵と遭遇したよ。この感じ、本拠地が近づいてきたな。長かったサザンハイブとの戦いも終わりが近いね。最初は南東の野党たちと同列に扱っていたが、自前の拠点の数やその後のハントの拡大を見ると、野党たちの遥か上を行くな。これはちょっとした国家だね。王をトップに据えた国、まさにハイブの王国だ。さあ、それではサザンハイブの本拠地を目指そう。見えた、あのドームがサザンハイブの本拠地だよ。さて、鬼が出るかじゃが出るか。ドーム内に突入するよ。
おう、みんな覚悟は決まっているぜ。さあ、まずは偵察だ。中央に大皿式ものが見えるな。その周りにはドローンガードがいっぱいいるね。ただのドローンガードじゃなくてエリートドローンガードとなっている。普通のドローンガードよりはるかに強いね。どいつもこいつも攻撃が90前後、防御が70前後もあり上がる。そして王座にいるのが奴らの王か。いや、こいつは南の女王となっているぞ。王だけでなく女王もいるのか。よく見ると女王の体力はロボット仕様になっているぞ。確かに、血液も油になっている。この女王、腹に機械のようなものが埋め込まれているし、本当にロボットなのかもな。ハイブの女王は作られた存在だった。その女王からハイブが誕生するのなら、ハイブは人工生命体ということになるな。まさかハイブは第二帝国が生み出したとでも言うのか。真相は定かではないが、その時代のテクノロジーなら作れただろうな。うわ、気づかれた。悠長に話しすぎたか。仕方ない、迎え撃つよ。みんな、敵は今までのサザンハイブとは一味も二味も違うよ。敵は強い上に、女王のために命を投げ出す覚悟だ。こちらも相応の覚悟を持ってかからないと返り討ちに遭うぞ。敵の増援がやってきたよ。落ち着け、増援の敵は普通のドローンガードだ。でも数が増えればこちらの不利になるよ。ダメージ表記をよく見てみろ。敵味方どちらの攻撃も同じくらい当たっているが、敵の攻撃は20ダメージもない。それに対して、こちらは100近いダメージもコンスタントに出ている。本当だ。敵があっさり壊滅したよ。装備の差だな。前衛が駆け出したけど、おそらく外にいる敵と戦いに行ったんだろうね。第2ラウンドの前に女王を探すぜ。女王を発見したけど死亡しているね。まあ HP に関してはドローン以下だから、この結果も致し方なしだな。南の女王は名刀のポールアームを装備していたよ。これは残に装備させることにしたぜ。女王は倒したけど王の姿が見えないね。王座は一つしかないし、一体王はどこにいるんだ。盲目の少女と軍技でも指してるんじゃないの。それは大間違いですね。しょうがないから残党狩りを始めるか。前衛はみんな外に出てるな。うん。なんかでっかいのがいるような気が。気のせいじゃないぞ。この機械の化け物、キングって名前になっているよ。こいつがサザンハイブの王か。女王はまだ生物感があったが、こいつは完全に機械だな。攻撃144、筋力283、器用さ165、打たれ強さ154。HP もグレートホワイトゴリラくらいあるんじゃないか。ラスボスか何か。ラスボスかもね。そ、こんな化け物がいるなんて聞いてない。私は帰らせてもらうぞ。落ち着け、さっきストークがこいつの攻撃を受けていたが、ダメージは20ちょいくらいだった。おそらくこいつはグレートホワイトゴリラのように、パワー系と見せかけて手数で押すタイプなんだろう。全員で囲めば勝てないことはないはずだ。ならやってやんよ。サザンハイブよ、これが最後の勝負だ。予想通り奴の攻撃は大したことない。ここでキングが垂直に速歩行を見せる。意外と俊敏な奴だな。ターゲットはクロスボウ部隊か。ここは一旦後衛を動かさないと。そうだな、攻撃が弱いと言っても、後衛は打たれ強さがないからな。ここでガルパンが援護に来たよ。動物は体力が高いが防御が貧弱だ。長くは持ちこたえられんだろう。前衛は何をしているんだ。画面外でドローンガードと戦っているぜ。敵はキングだけじゃないってことか。よし、ドローンガードは倒した。あとはキングに集中するだけだ。うわ、キングの攻撃は結構範囲が広いよ。複数人が巻き込まれているが、この局面で一人一人にきめ細やかな命令を出す暇はない。味方をばらけさせたいところだったけど、奥にいたエリートたちが起き上がったから、そっちに半分くらい向かっていったよ。キングの方はダメージが蓄積しているが、肝心の頭部、下腹部、胸部はまだまだ健在。キングは動物扱いだから、いくら手足にダメージが蓄積したところで、獅子が吹き飛んでパワーダウンということにはならないだろう。獅子はバリアーみたいなものか。だが、相手は一人。いや、ここに来て新しい援軍が来たぞ。なぬ。もはや総力戦だな。大事なダメージリソースとなっているクロスボウ部隊を守るんだ。敵はそのクロスボウ部隊を狙ってきたか。こしゃくな。みんな、悪いけどドローンガードからクロスボウ部隊を守ってちょうだい。この戦い、しんどいってもんじゃないな。だけど、ここで倒れたら王に捧げられちゃうんでしょ。ああ、きっと食べられるだろうな。うおお、食べられてたまるか。後衛はキングに火力を集中せよ。
なあ、これクロスボウの攻撃当たってないんじゃ。私もそう思ったよ。そうか、段差か、段差のせいなのか。クロスボウ部隊を坂のところまで持ってくるぜ。お、ダメージが入るようになったよ。だが、キングの体力はまだ余裕がある。化け物、正真正銘の化け物や。気をしっかり持て、まだ前線が崩壊したわけじゃないぞ。前衛と後衛のコンビネーションでキングを追い詰めるんだ。うん、わかったと言いたいけど、前衛のみんなは、ダメージが蓄積しすぎた結果、キングの動きについてこれなくなっているよ。攻撃しようとする前に攻撃されているな。こうなったら頼みの綱はクロスボウ部隊だけだよ。我ら前衛はキングを抑える、その間にありったけの矢を打ち込んでくれ。キングの体力はほぼ赤になったよ。それにもかかわらず、未だに高い器用さを保っているとはな。キングの名はだてじゃないってことか。だが、主要部位の HP もいよいよ100を切った。あれ、今キング、ダウンしなかった。コンマ1秒くらいはダウンしたな。復帰が早すぎる。またダウンしたな。またもやすぐに復帰したが、キングももう限界が近いだろう。うわ、息をするようにダウンをしている。相変わらず復帰が早いが、ダウンのせいで手も足も出ないといったところだ。これは終わりが近いということか。ああ、最後の仕上げだ。さあクロスボウ部隊、もう一踏ん張りしてくれ。あれ、これって。ああ、キングがダウンしたまま起き上がらなくなった。か、勝った？状態も致命傷のままダウンしている。キングがこのまま起き上がることはないだろう。今のうちに誰かで担ぎ上げて、キングを完全に無力化しよう。勝った？勝ったんだ。ああ、厳しい戦いだったが、この勝負パブリックエネミーズの勝利だぜ。キングの所持品を漁るよ。このインベントリは動物用だな。このパーツを動かしたらキングは死ぬだろう。キングが動物扱いなら、ベッドに寝かせてトレーニングに使えるじゃないか。グレートホワイトゴリロの時にやろうとして失敗したじゃないか。親切な視聴者さんから、動物をうまくベッドに寝かせる方法を教えてもらったから大丈夫だよ。まあ、いいけど。それよりも今は体勢を立て直さないとな。前衛は半分以上気絶しているぜ。ドローンガードの装備等を外して安全を確保しよう。これでエリートドローンガードも怖くないぜ。キングは死なないように修理しておくよ。体力が多いから回復させるのも一苦労だったぜ。しかし改めて見ると完全にメカだね。ウェスタンハイブには南の女王と同じような女王がいるが、キングはいないんだよな。サザンハイブが凶暴なのは、キングがいるせいなのかもしれないね。キングに生贄を捧げるために戦闘狂になったというわけか。キングを連れて帰っている途中に、渓谷にあるハイブの村を通過したんだけど、そこで面白いものが見れたよ。これはフォグマンじゃないか。オーロではフォグマンの姿なんて一つもなかったのに、この短期間で何があった？ごく短い時間でフォグマンがフォグアイランドからやってきたとは考えにくいし。きっと女王とキングがやられたことで、絶望したハイブたちが真っ青になったんだろうね。ハイブは絶望するとフォグマンになった？ともかく、サザンハイブの姿は全く見えなくなったよ。うちにいるエスペルは相変わらずサザンハイブしてるがな。これでサザンハイブの脅威は完全に消え去り、クラブレイダーの養殖事業も守られたというわけだ。それでは拠点に戻るとするか。拠点に戻ったら早速キングをベッドに寝かせてみたよ。動物はデータロード直後なら綺麗にベッドに寝かせることができたよ。きちんとベッドに収まっている状態なら、攻撃を仕掛けることができるぜ。こうしてキングは、みんなのトレーニング器具として第二の人生を送り始めたのでした。素手で攻撃すると器用さがぐんぐん上がっていったぜ。スケルトンベッドに寝かせておけば HP も瞬く間に回復するので攻撃し放題。このキングでみんなをある程度まで育てる予定だよ。トレーニングが終わったら、次はいよいよアッシュランドだな。今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。